赤モズは、スズメモクモズカモズ族に分類される鳥類。インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル人民共和国、ラオス、ロシア東部下きに、 中華人民共和国や日本、ロシア東部、朝鮮半島で繁殖し、冬季になるとインドやインドネシア、東南アジアへ南下し越冬する。日本ではアッシュ島赤モズが九州南部や南西諸島、アシュアカモズが北海道、本州東部に繁殖のため飛来し、本州西部、四国、九州では渡りの途中に飛来、沖縄では越冬のため飛来する。 全長20センチメートル。くちばしの基部から目を通り後頭部へ続く黒い筋模様が入る。翼は黒い羽毛で覆われ、羽縁は褐色。メスは体側面に臨場の反紋が入る個体もいる。上面は肺褐色。下面は白い羽毛で覆われる。頭部は肺褐色の羽毛で覆われる。額の白色部はやや広い。上面は暗い赤褐色。 下面は白いの羽毛で覆われる。額の白色部は狭く不明瞭。上面は肺褐色。下面は泡褐色の羽毛で覆われる。頭部は灰色の羽毛で覆われる。額及び目上部の眉上の反紋は白色部が狭く不明瞭。上面は赤褐色。下面は白い羽毛で覆われる。額及び眉藩は白くつながる。開けた森林や林園。 草原などに生息する。モズと同所に生息する場合は、モズの縄張りの間を縫うように生息する。植生は、動物食で、昆虫類、節足動物、両生類、爬虫類、小型の鳥類、小型哺乳類などを食べる。早に絵を行う。樹上から獲物に襲いかかるもしくは飛翔しながら、獲物を捕らえる。捕らえた獲物を木の枝等に突き刺したり、 木の枝股に挟み貯蔵する。繁殖形態は卵生。樹状に枯れ草等を組み合わせた皿状の巣を作り、日本では5の7月に1回に4から7個の卵を産む。格好に拓卵の対象とされることもある。メスの実が放卵し、放卵期間は14から16日。開発による生息地の破壊などにより、生息数は減少している。 LC スーパーチリッシス赤モズ絶滅危惧 i B 類。ありがとうございます。